方もいいかもしれませんので試していただきたいと思います。さあ、それでは第3問移らせていただきましょう。続いては最後の質問となります。あ、そうです。ちょっとね、出題がちょっと準備してたのと差し替えがございまして、3問でいいですか。あ、はい、ちょっと変更がありましたということで大丈夫ですかね。はい、続いてが、ちょっとね、打ち合わせします、ごめんなさい、公開打ち合わせ失礼します。大丈夫です、ありがとうございます、打ち合わせ終了いたしました。はい、それでは最後の質問に移らせていただきます。3人の中で一番のクールビューティーは誰でしょうか。シンキングタイムでございます。なんか目を見合わせて、さあどうでしょう。これ普段ということでいいですかね。普段、はい、普段から一番のクールビューティー。クールビューティーということはちょっとおすまししてると言いますか、そんな感じですか。いや、それはやっぱり僕が見たわ。でも何ですかね、見た目によらず意外と。誰にしてもさ、なるほど、見た目によらず意外とクールビューティー。見た目によらずってことは無理かも。完成したのちょっと前に来ないですよ。あ、もうなんかキャッカーって感じですけれどもなんかクールビューティーの質問の中、また皆さんどんどん後ろに来たので、ちょっと前に行きましょうか明るい方へお願いします。さあ、それでは皆さんどうでしょうか。そろそろでは上げていただきましょうか。はい、それではどうぞお願いします。あ、また迷ってらっしゃいますね。はい、それでは皆さんどうぞ札の方上げてください。高くちょっと上げていただいてもいいですか。ごめんなさい、ありがとうございます。これはちょっと分かれましたね。ここがあるみたいなありますね。マリカちゃんが、2テーブル、それからさつきちゃんが6テーブル、そしてかつせんちゃんが7テーブルということですかね。はい、それでは出揃いましたので参りました。さやか姉さんが思う一番のクールビューティーはどなた。はい、クールビューティーはカツセンちゃんです。カツセンちゃんです。それは皆さんの予想が結構、ね、当たったかなというところですけれどもね。はい、カツセンちゃんクールビューティーですか。そう思ってます、私のイメージでは。どんなところが。いや、もうこのマリカと並んでる時点でちょっとだいぶやっぱり気持ちが落ち着いたのと、このキャラがね、違うのがまたいいのですけどマリカちゃん何か。はい、私結構最近クールビューティーかなと多分思ってる。思わないですね、日本拠にでも全員本当にテープを開けてもらってるので、あとでちょっとお礼に行くんでくださいさすがさやか姉さん、これは収めてくださいましたちょっとマリカちゃん不満気でございましたけれども、でもカツセンちゃんということでした。さあ、ということは優勝したテーブルは一体どこになるんでしょうかね。スタッフの方が今確認をしておりますので、優勝されたテーブルには7月に放送で紹介をいたしました烏丸三条映画館屋さんの手拭いをプレゼントさせていただきます、ね、これお店の方が、番組でも映ってましたけど、本